はい、今日もあなたと百姓天国。はい、それではね、種まきですね。何からいきますか。紅心大根からいきますか。紅心大根うまくて好きなんですよね。外が白くて中がピンクというね。一粒巻き、二粒巻き、どうしますかね。二粒巻きでいきますか、ね、よいしょよいしょ、うん、こうやって4つずつね、巻いていくという形ですかね。一粒ないし、二粒ですね。あ、面倒だな。半分ずっこずつやっていくか。まあいいけどな。去年ここ青首でね、連作青首大根で連作になりますね。はい、ね、隣見てくれた、これが青首かなんかですね。だいたいこうやってね、一つ巻きだいたい出てるでしょね。はい、そろそろあの一番手の大根が出せるかなと思うんですけどね。11月の頭から出せればいいかなって感じですね。なんとか10月の終わりぐらいからね、出せるといいんですけどね。今あんまりちょっと野菜がね少ないので、今年はキャベツブロッコリーがね本当にちょっとダメなのでね、またまた来年の課題ですね。2年連続ね、なかなかちょっと課題なんですけども、おそらくイチジク作ったらね、まだ今出荷できると思うんですよね。はい、だからちょっとイチジクね、来年からやって3年後ぐらいですかね。はい、果樹ね、僕もね、なんとなくわかるんですけど、専門家ではないのでね。はい、まあ一つ二つ三つあたり、あるいはね、なんかあのやっぱり、まあ最近はあったかいのでね、本当にあの何かあの何つったらいいんですか、何かやっぱちょっと考えないとやっぱダメだよね。うん、でやっぱりあの果樹ね、こっちはあったかいですから、キウイとかね、キウイなんかはいくらでもねできますからね。うん、であれはただね、冬場にできるのでね、うん、冬は別にそんなにいらないんですよねまあそんなこともあってね、どんな感じにしますかっていうことなんですけれども、全部紅心大根でもいいかな。よいしょ。この種まきのね、この体勢が一番腰には、足には悪いんですけどね、しょうがないですよね。もうこれで足をダメにしてきたこの私の二十数年でございますのでまあこれができなくなったら終わりですね。種まきがね、こうやって中腰でもうできなくなるぐらい足がダメになったら
私は引退ですね。でもね、なんかなんだろう、別に僕はいいんですけど、その終わる時にね、いずれもう足がダメだなって思う時に、やりきったなって、もうまあ取ってないじゃん、やりきったなって思えるかどうかですよね。でその時にね、いろんな意味でもう満足できれば僕はもうそれでいいんですよね。別に大金持ちにもなれなかったしね、成功したとはおそらく何をもって成功なのかってね、いう話になるわけですけど、僕はその時に自分が満足できればそれでいいと思ってますね、正直ね。だからやりきれたなってね、今回の人生は100勝で終わるけどね、僕はもうよく頑張ったなって思えるかどうか、その一点だけですよね。後悔なくね、やりきれれば本当にいいなと思います。それだけですかね、僕が望んでいることは。いろんなね、失敗をねたくさん繰り返してきてね、本当にうまくいかないことの連続だったんですけどね、まあしょうがないですよね、そういうもんでございます、人生というのはね。普通の人って、僕のようなね、明らかにこう凡人というかね、能力が低い人間はやっぱりね、本当に一つのことをやるだけでも大変じゃないですかね。優秀な人というかね、多分チャンスっていうのは誰にでもね、いろんな人を僕もね、こうやって60年近く見てきましたけど、どんな人にだってチャンスは1回か2回は来るんですよね。普通の人ってどうでしょうかね、チャンスって人生の間に 2,3 回は平均して来るような気がします。で、多い人だと 5,6 回10回来る人ってないと思うんだよね。10回来る人いますか？僕はいない気がします。だいたい普通に、よっぽどね、なんか悪人っていうかあれですけど、普通の人は 2,3 回チャンスが来るんですよね。で、それでそのうちのどれか1個をつかめば何とかなるじゃないですか。でも多分ね、掴んだ人でも自分でね、何か転げ落ちていく人もいるじゃないですか。それは自分の自己責任ですよね。なんかよくわからないけど、ね、お酒飲んで失敗しちゃったりとかね、いろんななんか不倫をするとかなんか知りませんけど、それって自己責任ですよね。そういうことさえなければなんとかね、人生やっていけるんだろうというふうに僕は思うんですけどね。どうです、皆さん、よいしょ、普通の人はだからね、その 2,3 回来るチャンスのどれか一つつかむことができればね、なんとか人生はやっていけるんだろうと思うんですよね。僕にしたってね、大学入って最初に水商売っていうものが来たんですよね。で、僕はそこで頑張ってね、自分なりにいろんなそこでやりましたね。それはそれで20代はずっとね、もう自分の青春時代はそこで終わったわけですけど、いい経験をしたなというふうに思いますね。何かが身についてるかというとどうですかねと思うんですけどね。よいしょ、あ、腰が痛い、ゆっくらせ、よいしょ、全部巻いちゃおうか、それとも半分ずっこにするか、半分ずっこにするか、次違うやつ巻くかな。紅芯大根ね、芸がないっちゃ芸がないもんね。半分ね、ここまでは紅芯大根で、こっち側は赤大根にしますかね。ちょっとレパートリーを変えてみましょう。で、次にね、30過ぎて僕の場合はこうやって農業っていうのが来て、それが多分2回目の自分のね、チャンスだったんだろうなというふうに思います。赤株だからこれも普
2株、2、3粒ずつ撒いていけばいいね。大根というより赤株なんでね、あれですけど。いや、種が小さいね。でね、30過ぎて、それで僕はこの世界に飛び込んで、それでずっとひたすらやってきただけのことなんですよね。だから別に全然自分がね、何か大きなチャンスをつかんだとも思わないですけど、なんとかかんとかね、やってこれてよかったなというふうに思いますね。YouTube はね、失敗でしたね。難しいよね。SNS で成功するっていうのは多分本当に難しいと思いますね。どうですか皆さんね、そんなことない？本当に難しいと思いますよ。 SNS はね、コントロールができないんだもんね。で、思うようにならないしね。だからね、あの皆さんもね、自分の目の前に来たチャンスをね、チャンスってあのよく言われるですよね。チャンスというのはモンゴル人だってよく言われるんですね。どういう意味か分かります？つまりね、弁髪ってね、習ったかもしれないですけど、正面から見るとあの頭はこう丸坊主に見えるんですよ。で、目の前にわーって来て、くるっとひっくり、あのキビスを返した時ね、背中を向けた時にあの後ろに長い髪が言われてね、縫われ言われているんですよね。それがくるっと振り向いた時にそれをつかまないと、もう永遠にそのチャンスは来ないんですね。はい。で、それとてもいい例えだと思うんですよね。だからそれが近づいてきた時にね、あ、これチャンスだとね、自分の人生にいくつかある中のうちの一つだって、その時に来てくるってひっくり、あのキビスを返した瞬間にパッとそのあれをね、掴めるかどうかなんだろうと思うんですよね。はい、そう思います。本当にこの赤株ね、こうやって同時にあのクリシータでも同時に撒いていきますね。あのマルチでやる分だけ生育早かったりね、ずらすことができますので、これはこれで株もね、クリシータで普通に太陽熱マルチとか、まだもうちょっとだけありますので、それでね、撒いていったりもします。佳境ですね。静かだな。こうやって静かでね、いい天気でこんな時にね、種まきができるのは意外と心は落ち着きますけど、どうですか皆さんね。今日水曜日、明日頑張ってやって、金曜日出荷して、土曜日の夜にはね、こっち出なきゃいけないんでね。いや、怒涛ですよ。今回はね、ちょっとリゾートまで足を伸ばさなきゃいけないんでね、いや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 、大変ですよ皆さん。よいしょ、あー腰が痛い。
あ、撮影してました？ごめんなさい、全然別のこと考えてた。ちょっとね、向こう行ってやらなきゃいけないことをずっと今考えてたんで、ね、ごめんなさい、全然頭の中が別のこと。失礼いたしました。はい、ということで以上ですね。大根の種まきね、今日が10月18日ですよね。こっからね、もう関東だと多分ね、10月20日ぐらいが多分リミットになってくると思いますよね。まだこっちは暖かいのでね、11月の10日前後、これね、最後は15まではまけるような気がしますね。はい、ということでね、そろそろ皆さん秋冬、今年暖かいですけどもね、もう玄関期の野菜がですね、もう終盤に入ってきておりますね。皆さん最後ね、作付け頑張っていきましょう。はいはい、それではまた。